どうも、今日はちょっと得体の知れないものをこれ作ってみます。いただきたいと思います。いただきます。ちょっとまずはそのままで、こういう感じ。いただきます。今日もホットコーヒーですね、これ。美味しいです。これケチャップをかけたいと思います。かなりのオリジナル料理になってしまいますね。得体の知れないケチャップをかけたところ。これキャベツですね。キャベツと卵をただ炒めただけですね。卵3個使いました。卵3個作って、あとそれとキャベツをこうなんか炒めただけですね。かなり創作料理っていうか、もう適当な料理とは呼ばないんでしょうけど、それちょっとオンザハムみたいな、昨日のハムですね、ちょっと乗っけたみたいな感じ。創作料理ですね、これ。料理とは呼ばないと思いますけど、なんていうんですかね。この量ちょっとやばいなと思って、限界に挑戦したいと思います、朝から。これトマトケチャップですね。トマトケチャップ、どこのあれですかね。特殊な、これも着色料、保存料は一切使用しておりませんって書いてますね。なんか着色料、保存料一切、これも今気づきました。トマトケチャップさん、激アツですね。また得体の知れない食べ物をいただきました。名付けるのであれば、キャベツの卵焼き、キャベツ卵とじみたいな、キャベツと卵焼きです。キャベツと卵は素材が美味しいので、安定の美味しさですね。あとまたこれホットコーヒーなんですけど、冷たいやつもまた飲みたくて、これも持ってきたんですよね。と1日分の鉄分飲むヨーグルト、1日分の鉄分飲むヨーグルトです。こちらも飲みたいと思います。昔から貧血気味なので、ちょっと小学校6年生ぐらいの昔から結構貧血気味なんで、ちょっと鉄分取ろうと思っていただきます。全校集会とかの、全校朝会でしたか、なんかの朝から体育館とかに集まる、ああいう時にぶっ倒れた時やったんですよね。小6の時、確か校長先生の話がえらい長くて、で私が一回倒れたらバタバタって、私の後について2人女子倒れてましたね。あれ多分もう20分以上、多分校長先生話してたんじゃないですかね。もうやたらなくて、私倒れてからパタパタ、で違うクラスの人も確か1人倒れてた気がする。計4人ぐらい女子が倒れてましたね。やっぱ貧血って女性の方がなりやすいんですかね。美味しいですね、これ。これたまに買って飲むんですけど、美味しいです。これもらったパンなんですけど、いただき物のこれパンも、これ賞味期限今日だから食べようと思って、デニッシュドーナツです。失礼しました。デニッシュドーナツ、これフジパンさんですね。フジパンデニッシュドーナツのパンいただきます。
差は出すっていう、美味しいですね。こんな感じですね。佐藤さんが、佐藤さんがとかって言って、佐藤さんとちょっとあれなんですよ、シュガーですね、シュガーの方ですね、シュガーの方の佐藤さんがこうまぶされてます。なんかオシャンティーな形ですね。さっくりとしたデニッシュ生地にドーナツシュガーをかけました。ドーナツシュガーにかかってるみたいですね。デニッシュ生地美味しいですね。デニッシュ生地は熱い、美味しいですね。これ、じゃあこのハムサンをちょっとかけて、いただきたいと思います。かけてっていうか、ハムサンと一緒にいただきたいと思います。優しい味がします。昨日だったかいつだったか、塩入れすぎて、一昨日ですいつだか忘れましたけど、お塩入れすぎたあれがあったんで、今日も何も入れなかったです。極端なんですけど、ケチャップかけるからいいかなと思って、この間塩入れすぎてしょっぱかったから、今回何も入れずにケチャップのみです。キャベツすごいですよ。クラッシュしちゃいました。失礼。キャベツすごいなと思って、私 2,3 日ぐらい、あれだったんですよね、先週かないつとか、ちょっと最近の話なんですけど、 2,3 日ぐらいお通じの方が悪くてですね、なんか便秘気味だったんですけど、キャベツの千切りを食べたんですよ。なんかハムカツと一緒に食べたのかな、揚げ物と一緒に千切りキャベツ食べたんですよ。夜に食べたんですよね。それしたら次の日の朝もうスルッと出てきて、わキャベツすごいと思って、やっぱ食物繊維の力はすごいですね。夜に確か千切りのキャベツを、それまでなんかあんまりキャベツ食べてなかったんですよね、確かに思い返してみると。あなたはもっと次の日の朝もスルッと出てしまったの、わーと思って、キャベツ様様やで掴んで、朝からその汚い話してすい食事中にそしてすいませんみたいな感じなんですけど、美味しいね、食事中に。ハムさん
ちょっと一緒にいただきます。本当こう食べてる時にそういうのマジ無理っていう人は本当無理みたいですもんね、そういう話っていうか、なんか。私は全然あれなんですけど、平気なんですけど、なんか言ってましたよ、友達のなんか男女数人のグループで焼肉屋さんにいたんですって。でそういう類の今私もしたようなそういう話をした時に、なんか隣でなんか結構年配の夫婦か誰かがなんか食事してたんですね、近くの。でなんか、聞いたら夫婦って言ってましたね。でなんかその2人の夫婦が会計終わってなんか1回外に出たらしいんですけど、また戻ってきてその友達のグループとかになんかああいう話なんか食ってる時にすんじゃねえみたいな、結構キレ気味だったらしくて、しかもわざわざ1回外会計しますって言ってたのに、なんかわざでなんかその奥さんみたいな人外で待ってたらしいんですけど、旦那さん、聞いたら、50過ぎぐらいって言ってましたよ、まあ、60歳前後みたいな、それぐらいの年の方みたいでした。なんか戻ってきて、なんか食べてる時にそういう話するんじゃないと思って、多分聞いてたんでしょうね、近くの席でそういう話を。多分私の友達とかも結構年下のその子なんですけど、それぐらいの結構若い人だから、何人かでこうキャピキャピ触られてたんじゃないですか、なんか聞こえてたのか、あっちが聞き耳立ててたのか分かんないですけど、だから私もその話聞いてちょっと外食、私はもう外食してないんですけど、もし外で食べるときちょっと気をつけなあかんなと思って、やっぱり自分たちが気にならなくても、気にする人は気にしますもんね、やっぱそういう公共の場に行ったら、話す会話とかもある程度するとしても小声とかで喋った方がいいかもしれないです。小声でしょ、聞こえないです、昨日さみたいな、昨日ちょっとスルッと出たんだよねみたいな、ちょっと小声で言った方がいいかもしれない、大声で、ちょっと怖いですねそういう、ちょっと怒鳴られたりはしたくないんだよね、その話聞いた時に気をつけようと思いました。こういう感じでちょっと結構時間かかる。ゆっくり味わって食べたいと思います。